大分県立大分南高等学校は、大分県大分市にある公立の高等学校。高校生急増期の昭和末期1983年に、新設された。専門的職業人材を育成する、スーパープロフェッショナルハイスクールの指定校となっている。通称は南、南高。大分市南部に位置する。教育課程は、全日制課程で普通科と福祉科を平地。 三学期制だったが2005年度から二学期制を導入した。しかし、2011年度から再び三学期制に変更されている。校訓の代わりに校瀬があり、気力、不死、友情の三つを掲げている。1983年開校。段階ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期で開校当初の学級数は10クラスのマンモス校。 平成期の少子化に伴う生徒数減少対策等のために、大分県教育委員会が推進する高校改革推進計画に伴い、1999年度に9クラス、2002年度に8クラス、2005年度に7クラス、2008年度に6クラスと、全言している。大分県教育委員会が2008年1月9日に、 公表した2010年度から2014年度の後期、高校再編計画の検討素案では、のつ高校福祉課の廃止と、その代替として、大分南高校に福祉系学科を新設が提案された。計画に従い2012年4月に、福祉課2クラスが新設され、普通科6クラス、福祉課2クラスとなった。2013年度から普通科5クラス、福祉課2クラスになっている。 入学者選抜の方式は、開校当初上野旧高校、舞鶴高校、友城大高校と4校合同選抜だったが、1986年度の入学生から友城大高校、豊富高校との3校合同選抜となり、1995年度、入学生からは単独選抜となった。制服は2019年度リニューアルされた。6月に行われる、 体育大会と旧から10月に2日間行われる文化の部とからなる。南高体操と呼ばれる体操があり、外風祭での体育大会等で準備運動として行われている。開校当初から毎年2月に元宮さんをめぐる参道をコースとする恐怖大会を行っているが、近年は実施されていない。2年次に実施。2015年度、2016年度の行き先は、 北海道、ありがとうございます。